はい健康生活チャンネル、哺ク療法試験ファスティングマイスターの海老原隆弘です。今回はですね 見た目を10歳若返らせる美容ミネラル7選についてお伝えしたいと思いますであなたは若返りたいもっと若々しい綺麗な体を作りたいとは思ってはいないでしょうか特に女性であればですねこのように考えている方はとても多いと思いますし男性であっても老けてねおじさんに見られるよりも若く見られたいですよねでそのためにスキンケアであったりお化粧などをね頑張っている方も女性の方はやっぱり多いと思いますでもですね 本当に大切な方法あなたがです、ね、体を若く保って綺麗になるためにはもっと基本に立ち返って食べ物から見直すす必要があるんですよそれが今回ご紹介する美容ミネラルなんですね今回はなぜあなたが若返って綺麗になるためにこの美容ミネラルが必要なのかという理由と実際にです、ね、10歳若返るために必要なミネラルを7つご紹介します。 この動画をご覧いただくことで本当の綺麗な肌や髪の毛を作るために必要なミネラルの働きと取り方が分かって実践することで見た目年齢を大ききく分かれらせることができます逆にご覧いただかないとミネラルの重要性が分かりませんので積極的に取る努力を始められないため 体の中から老けていってしまい、いずれ化粧品とかスキンケア商品ではカバーできないほど肌年齢が失われてしまいますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、大トに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。 で人のですね実年齢ではなくて見た目年齢見た感じでパッと見てねその判断される年齢というのは肌と 髪のの質がとてもも影響すするものなんですよ実年齢が若くてもですね肌と髪がボロボロだったら老けて見られてしまいますし実年齢が上になってきてもですね肌と髪をきれいに保っていればかなり若く見られるものなんですね。ですから実年齢マイナス歳といいいうのはは全然難しい話ではないんでなんすねそこであなたはですねきれいな肌や髪を作るための努力を何かされているでしょうか 例えばですねスキンケアやお化粧品はねそこそこ高いものを使っていたり髪もですねちょっとお高いトリートメントをしたりだとか美容室で美髪ケアなんてものもありますよねしかしですね若くありたいと願う女性で多いのはスキンケアとかお化粧品ヘアケア商品ばかりを、ね、頑張っていて本当の綺麗さを作る努力を行っていないということが結構多いんですよそれが今回ご紹介するミネラルなんですよねこれが 本当に綺麗になるために必要な努力なんですよ。このミネラルをちゃんと取れていないと、あなたの体を本当に若く保つということはできませんので。 表面上だけ取り繕っている状態ですから見た目値を下げることが難しいんですよね。でほとんどのです、ね、高価な化粧品であるとかそのスキンケア商品っていうのは高価高いものだから効果があるというわけではなくてそんなに効果がないけれどもちょっとブランド力で、ね、ちょっと高くなってますという,いうものがほとんどですのであんまりその辺、ね、その高いものと安いものの違いっていうのがないんですよね。 例えばです、ね、日焼け止めなんかは意味がありますけれどもあの化粧品とか、ね、化,粧その化粧水とか、ね、あんまり意味がないというふうに言われているんですよね。 だそれよりもこういったあのミネラルをちゃんと取ってもらった方がお肌というのはですねちゃんと体の中から若くすることができますので見た目年齢を大きく下げることができるんですね。も、ま、の、あ、によるんですけどもねその美容商品でもですねあの幹細胞を使ったものなんかは結構ね差が出るなっていうのを私もねその確認しましたのであいたものはすごいんですけどもあのどの高価な商品であってもいいわけではなくて。 ちゃんんとと効果ががああるるもものとそのないものがあるんですでまたいくらですねそのお化粧品とかスキンケア商品で頑張ったとしてもそれはですねお肌が生まれ変わるターンオーバーというものがありましてその期間の中でね新しく生まれ変わらせるというものですからやっぱりですねその体の中から変えるというのはこのミネラルをちゃんと頑張っていないと本当の綺麗さというのはね作れないんですね。 であなたの体を作っているもの皮膚や髪の毛を構成しているものが何かというとそれは食べ物から摂取した栄養素ですよねこの栄養素が十分に足りていると綺麗で丈夫なトラブルのない肌や髪が作られるんですけども栄養素が不足した状態で作られた肌や髪というのは、まあ、足りていない状態ですからボロボロの状態なんですよねもうところどころ栄養が足りていないような状態なんですよ シワやシミとかたるみのが出てきてしまってそして髪の毛ではですねハリであるとかつが失われてしまってもういかにも年を取っているような、えー、見た目になってしまうんですよこれではねいくらその肌や髪のケアを頑張ったとしてもベースができていないですので綺麗には見えないですよねいくらですねそのヘアケアとか頑張ってもらってもお化粧をね頑張ってもらってもですねもうすでにたるみが出たりだとかシワが深いとかもうそこまでいくとカバーできないじゃないですかだだかららそれだったらちゃん ちゃんとミネラルを取っていただいてしわ、えー、をできるだけなくしてですね、たるみをできるだけ減らして髪もきれいにするとそうした方がやっぱり見た目ね齢って大きく変わるんですね。 ですから体の中から綺麗な肌や髪の毛を作るためにそしてベースをです、ね、整えるためにこの美容ミネラルを取る必要があるんですで私はそんなにねミネラルが足りてないってことはないと思うけどなんて方もいらっしゃると思うんですけども今ですね現代人は慢性的にもう平均的にミネラルが不足している状態になっていますその背景にはですね外食であるとかファーストフードとかコンビニ食品やカップラーメンとか あるいは冷凍食品とか、えー、レトルト食品とかねお惣菜とか、まあ、こういった便利なお食事っいうのがたくさんあるんですがこういった便利になってきた反面ですねミネラルがとても少ない食生活をしている方が多かったり土壌の問題でね土の問題で土がねもう昔から比べて栄養がかなり少なくなってきていますのでお野菜であるとか、えー、穀物とかあるいはその果物とかにね含まれているミネラル量がめちゃくちゃ減ってきてしまっているんです。 そのため昔と同じ量の食事量では食べ物の量ではミネラルを十分に取れなかったりそもそもです、ね、どの食材にミネラルが多く含まれているのか豊富に含まれているのか知らないという方も多いんですよね。 だから今回ですね、この美容ミネラルをご紹介したいところなんですけども、じゃあミネラルと言われてですね、7つね、想像できますかなかなかできないと思うんですよ。え、ミネラルってそんな7つもあったかなみたいな、そんな状態の方が多いと思うんですよね。でもミネラルってめちゃくちゃたくさんあって、その中でも今回は厳選した7つをお伝えしていくんですが、まあ、それでさえもやっぱり知らない方って多いんですよ。ってなると、このミネラルが多く含まれている食事、食材っていうのは知らないと思うんですよね。でもでもすね中には その私はねミネラルウォーターを飲んでるから大丈夫な方も多いと思うんですよミネラルウォーターってやっぱりミネラルってつくぐらいだからミネラルがたくさん補給できそうな気がするじゃないですか でもです、ね、実際ですねミネラルウォーターの中に入っているミネラルの量を計算してもらいたいんですけどもほんの少ししか入ってないんですよいくらそのミネラルウォーターでもミネラルが入っていると言ってもですねあんまりプラスにならないんですよねですから、まあ、そのやっぱり現代人っていうのはねほとんどミネラルがない食事をしているとその上でその補給するものが何もないものだからミネラル不足の状態になっているんですねでミネラルは今回ご紹介するように美容面に大きく 変わっているほかあの骨とか、ね、筋肉を作ったり免疫機能を高める作用をしたり内臓を強くして機能を高めたり神経の伝達をスムーズにしたり体の機能を保っているホルモンをホルモのバランスをです、ね、整えるなど健康面や精神面にも、ね、とても重要な働きをしているものなんですね。ですから綺麗になるだけではなく心と体が健康でいるために十分なミネラルを取る必要があるんです。 ということでねあなたが体の中から10歳若返るためのミネラル7000をお伝えしますでですねまず10歳若返るミネラルの一つ目はカルシウムですでカルシウムは骨とかね歯を作る材料として有名なんですが実は美容面にも 重要な働きをしているんですねでカルシウムには肌を引き締めて細胞の間から水分が逃げないようにして潤いを保つというお肌の水分量を保つ働きがありますので乾燥肌の方とかしわでお困りの方はですねこのカルシウムが不足している場合があるんですねカルシウムがあることでお肌がですねこの開いていくのが閉じてそして水分を逃がさないようにしてくれるんですよ。 だから逆に言えばです、ね、このカルシウムがないと、お肌がです、ね、隙間がどんどん開いていってしまって、この隙間からどんどん水分が、ね、蒸発してしまう、そしてカサカサ、パサパサの肌になってしまうということなんですよ。乾燥肌になっちゃうんですね。で、また、カルシウムはです、ね、肌のターンオーバーにも関わっています。このターンオーバーというのは、古くなった皮膚が角質層やと、ね、変化して、そのバリアを作っているんですよね。肌の表面でバリアを作るんですよ。それがあの水分の蒸発をふくんその防いでいるんですが、 の角質層はです、ね、いずれ剥がれ落ちて新しい皮膚が現れることで綺麗な肌とのを維持する働きをしているんですねしかしカルシウムが不足すると角質層が、ね、なかなか作れなくてです、ね、ターンオーバーが乱れてしまって肌荒れをしやすい乾燥肌になりやすい肌になってしまいますですからきめ細かい肌を作るためにはカルシウムってめちゃくちゃ大事なんですねでさらに血液中のカルシウムが不足すると骨に使われている カルシウムを使って補おうとしますので。 あの血液中にカルシウムが足りないと骨を溶かしてカルシウムを取り出すんですねですから骨密度が下がってしまいますするとですね骨が縮んでしまうことになるんですが骨が縮むとシワであるとかたるみの原因になってしまうんですね逆にカルシウムを十分に取って骨密度を高い状態に保つとシワやたるみを防ぐことができますですのでこのカルシウムというのはね十分に取りたいところなんですがカルシウムはひじきなどの海藻類に多いほかお 魚であるとか大豆製品モロヘイヤとか株 水菜菜などののののお野にに多いですので、で、すこれらの食品を摂るようにしましょう。ししまょそのカルシウムというと牛乳とか乳製品って方もいらっしゃるんですが牛乳乳製品はですねあのカルシウムとあとでご紹介するマグネシウムとのバランスがめちゃくちゃ悪いですので逆にですね、骨を弱らせてしまうというその論文も発表されているんですよですから私はあまりおすすめはしてないんですよねですのでまあ、えー、今ご紹介したような海藻類とか大豆製品とかお野菜とかねこちらから取ってもらった方がいいと思いますで、その牛 牛乳が骨を弱くしてしまうという研究発表については私の以前の動画でご紹介していますのでそちらの動画もねまた後でご覧になってくださいそして10歳若返るミネラルの2つ目は鉄です 鉄分はです、ね、血液の中の赤血球といって全身に酸素を運ぶための働きをする成分を作るために必要な栄養素なんですね。ですから鉄分が不足すると赤血球を作ることができませんので貧血の状態になってしまうんですね。で貧血の状態だと顔色がままずくすんでしまったり お肌や髪の毛の毛細胞にです、ね、酸素がうまく行き届かないことで細胞が劣化してしまうつまりまた鉄分は肌の弾力を作っているコラーゲンであるとか 骨、粘膜皮膚の生成や代謝に関わっていますので鉄分不足になると皮膚や唇です、ね、などの粘膜というのはボロボロになってしまってそして肌の弾力が失われてしわであるとかたるみが出てきてしまうんです。 で鉄分が多いのはレバーがまあ有名なんですけども動物性食品ばかりを取ってしまうと悪玉コレステロールが増えてきてしまって美容的にも健康的にも逆効果になってしまうリスクがありますので私のおすすめはですねシジミであるとか赤貝とかアサリ、ホタテカキなどの貝類、えー、ですねこういったものや小松菜とか枝豆サラダなほうれん草などを摂るようにしましょう。 そして10歳若返るミネラルの3つ目は銅です銅はですね鉄分と同じく赤血球を作るために使われるミネラルですのでこの銅が不足すると貧血になってしまって肌とか髪の毛の細胞にその酸素がですね届かなくなってしまいますでまた他にもですね骨密度が下がってしまったり血液がドロドロになってしまって循環が悪くなってしまうというリスクがあるんですね でまたです、ね、銅はお肌をです、ね、紫外線から守る働きをするメラニン色素を作るために必要な栄養素ですのでこの銅が不足すると髪の毛であるとか皮膚の色が抜け落ちたり 髪の毛が縮れるなどの症状が出てきてしまいます。で銅はですねイカとかタコとか干しえびカキなどの魚介類や大豆そら豆カシューナッツなどの豆やナッツ類に多いですのでこれらを積極的に取るようにしましょうそして10歳若返るミネラルの4つ目はセレンです。 でセレンは抗酸化作用があるミネラルで体の老化を防いでくれる働きがあるんですね。で私たちはですね呼吸をすることで酸素を取り込んでエネルギーを作り出しているんですが呼吸をするためにですね少しずつ活性酸素という細胞を傷つけてしまう特徴がある物質を作り出してしまいます。でこの活性酸素は肌とか髪の細胞までも攻撃をしてしまいますのでこの活性酸素が増えすぎると肌のシミとかしわとかたるみなどの 原因になってしまったり髪のでであるとかツヤキューティカルが失われててししままうう原因になってしまうんですねそこへ抗酸化作用のあるセレンを取ることで活性酸素を無害な物質へと変化させて細胞を守ることができますのでシミやシワやたるみが減ったり髪の毛がきれいになったりする効果が期待できるんですでまたセレンにはガンを抑制するという作用があることも報告されていますので健康的にも取っておきたいミネラルなんですねでセレンは マグロであるとかワカサギ、イワシ、タラコカツオブ節、タラネギ全粒穀物などに多いですのでこれらから取るようにしましょう。そして10歳若返るミネラルの5つ目はカリウムです。 でカリウムは皮膚の再生を進めるミネラルで細胞の働きを活性化することで皮膚を新しく作り変えて肌をきれいにしてくれる新陳代謝を促進するミネラルなんですねでまたカリウムはです、ね、塩分を排出するという働きがあることからむくみを減らしてくれたり血圧を下げてくれる働きもあるんですねですので肌をきれいにしたいとかむくみを減らしたい方はおす,すめのミネラルです でこのカリウムはですねアボカドであるとかバナナとかさつまいもやひじきほうれん草枝豆春菊パセリ納豆などに多いですねそして10歳若返るミネラルの6つ目は亜鉛です亜鉛はですね皮膚を守って成長を促すミネラルですので肌が新しい皮膚細胞を作り出すために欠かせないミネラルなんですねでまたこれもですね抗酸化作用があって活性酸素から肌や髪を守ってくれたり 皮膚を強くすることで乾燥であるとか不水泡などを防いでくれたりコラーゲンを合成して肌の弾力を作り出したり皮膚炎やニキビなどを予防してくれるという効果もあるんですねですから特にです、ね、皮膚に大きく関わるミネラルなんです亜鉛はカキであるとかイワシうなぎなどの魚介類に特に多くて他にですね、のりであるとかアオサなどの海藻類切り干し大根などの野菜類 大豆などの豆類ごまやアーモンドなどのナッツ類などに多いミネラルですそして最後となります10歳若返るミネラルの7つ目ですね7つ目はマグネシウムですでマグネシウムはですねミネラルの中でも特に奇跡のミネラルというふうに呼ばれるほど重要な栄養素なんですねでマグネシウムはエネルギーを作り出すために必要だったり 骨とか歯を強くしたりなど大切な働きがありますが特に重要なのは酵素を働かせるためにこのマグネシウムが必要だからなんです。 でこの酵素というのは、ね、私たちが生きるために必要なもので酵素が全て死滅してしまうと私たちも死んでしまうんですねそれくらいです、ね、私たちの生命維持にはこの酵素が重要な働きをしていてこの酵素の働きを高めるといつもエネルギーが溢れていて体も若いと、えー、そしてです、ね、酵素が足りないと元気がどんどんなくなってしまって老けてしまうという特徴があるんですねですのでこの酵素を、ね、350種類もあると言われているこの酵素を働かせるこのマグネシウムは非常に 非常に重要な働きをしているんです、ね、ですのでマグネシウムが不足してしまうとエネルギー不足によって細胞にです、ね、エネルギーが届きませんので細胞の生命活動が弱ってしまいその影響で内臓までもね 弱ってきてきしまいまいす。ですから細胞がね弱くなってしまうということはねもちろん肌とか髪が荒れてしまいますし内臓が弱くなってしまうということはホルモンバランスも崩れてしまいますよねそしてそのいろんな栄養素がですねその肌にも届かなくなってきてしまったり血流も悪くなってきてしまったりもういろんな問題が出てきてしまうんですよですからそうなるとですねあの健康が失われてしまってさまざまな不調であるとか病気がえー出てきてしまいますし 美容面的ににも、ね、大きななマイナスになってしまいまいすですからもちろんですね美容,的美容的にもね重要なホルモンなんですけどもホルモンじゃねえや、っと、ミネラルなんですけどもまずベースとしてですね もうこれはもう生命活動に必須のもので少しでも不足してくるといろんな症状が出てきてしまいますのでもうこれはもうベースとしてですねマグネシウムは必ず十分に取れている必要があるんですね。このマグネシウムも現代人にはねめちゃくちゃ不足しているともう慢性的にほとんどの方で不足しているという,ふうに言われているミネラルですのでもうこのマグネシウムはもう日頃から十分に取っていただきたいミネラルですね。 でまたマグネシウムは血液をサラサラにするという効果がありますので毛細血管内を血液がスムーズに移動できるようになってドロドロ血液でねその血液があまりその流れが悪かったのが抵抗感が強くて流れが悪かったのがサラサラ血液になってさらっとね血管の中を血液が流れることで肌とか髪の細胞にですね十分な酸素であるとかエネルギーが届くようになりますので肌や髪質の改善が期待できます。 そして血流が改善することでむくみが解消されたり冷え症であるとか肩こりまで改善することができるんですよ腰痛とか膝痛とかねですからこれも嬉しい効果ですよねでまたマグネシウムはですね水分を集める効果があることから便秘を解消する効果がありますで女性の便秘の原因で多いのは女性ホルモンの影響によって便から水分が失われてしまって奪われてしまって便が硬くなって詰まりやすくなるというカチカチ便 がが多いんですがマグネシウムを十分に取ることでカチカチ便にです、ね、水分を集めてくれますのでスムーズな排便をすることができるようになるんですね。で便秘だとですね肌の調子が悪くなってしまったりニキビであるとか吹き出物などのね肌のトラブルが出てきてしまいますからやっぱりこの便秘を解消するということもですね美容のためにとても大切なことなんですね。 そしてまだねマグネシウムの効果ってあるんですよマグネシウムは乾燥肌の改善にもね効果があるんですねで皮膚の細胞の中にマグネシウムが不足した状態だとエネルギーが作り出せないことで皮膚の細胞の代謝が低下してしまって ターーーンオーバーに乱れが起きてしまいまいすその結果角質素がうまく作れずに皮膚のバリア機能が低下してしまって肌荒れであるとか乾燥肌を作ってしまうんですね。でそこへですねマグネシウムが十分に補給されるとしっかりと角質素を作ることができて水分の蒸発を防いできめ細かくツヤのあるみずみずしい肌を作ることができるようになるんですね。ですから私はですね 食事の情報をお伝えしましたが私としてはですねもちろん綺麗になっていただきたいんですけどもさらに健康にもなっていただきたいですし痩せて引き締まった体も作っていただきたいんですよそうすることであなたはですねもっと自信を持つことができて張りのある人生を送ることができるんですねそのためにですねまずこのマグネシウムというのは必須のミネラルですのでまず最初にマグネシウムは必ず取れるようにしていただきたいと思います でマグネシウムはですね玄米であるとか雑穀米とかお蕎麦などの穀物類やひじき、わかめなどの海藻類 あるいは大豆製品ごまなどのナッツ類緑色の野菜などに多いですので毎日の食事にこれらの食材が入るようにしましょうでマグネシウムの重要性についてはです、ね、効果については私の別の動画でも、ね、詳しくお伝えしていますのでぜひ、まあね、マグネシウムは、ね、この積極的にとってもらいたいですからそのメリットを知るためにもです、ね、私の別の動画も後でご覧になってくださいということで、ね、10歳若返るミネラルを7つご紹介させていただきましたが美容ミネラルをご紹介させていた

マンガン、マグネシウム、鉄というです、ね、これらのミネラルは髪と肌のです、ね、細胞を傷つけてしまう活性酸素という有害物質を分解するための抗酸化作用を持つ SOD という酵素を作るために必要なミネラルなんですね。これらのミネラルが共同して SOD という物質を作って抗酸化物質を作ってそれが活性酸素を強力に分解してくれるんです。sod が作られると活性酸素による 細胞への攻撃を防いで、肌や髪を綺麗な状態に保つことができるんです。ですから、ミネラル単体の働きもね、重要なんですよ。その私がね、今までこのミネラルはこういったふうに働くんですよ。カルシウムは肌の乾燥を防いでくれるんですよっていうこの。 働きを、ね、お伝えしたんですけどもミネラルってですねその共同で働いていろんなその仕事をするんですよねですから単体単体で私は、ね、じゃあ乾燥肌を防ぎたいからカルシウムだけ取りますとかねマグネシウムだけ取りますとかそういう使い方ではなくてミネラルはすべてですねバランスよく十分に取っていくことが必要なんですね。 ででじゃあですねこのミネラルをバランスよく取れる食事を考えるとですね私が今までお伝えした食材を毎日使っていただけばねもちろんいいんですが一つ一つお伝えしましたよねこれは魚介類に多いですとかこれはお野菜に多いですとか夏類に多いですとか、えー、お伝えしたんですけどもこれらをですねまあ覚えてもらって毎日の食事に入れてもらってもいいんですがその毎日ですね全部のミネラルをね計算しながら取るって結構大変じゃないですか。あカルシウムはこの食材でどう はこの食材セレモンはこの食材というふうに考えていくと結構大変ですよね。あ今日の献立ハンバーグにしたいけどこれ全部入れられるかなみたいに考えるのは大変ですから、えー、その食事をです、ね、簡単にするための孫やさしい食事という食事がおすすめなんですね。 これはですねこのレシピ本もあるんですけれども体にいい食材栄養バランスのいい食材の頭文字を取った言葉で毎日の食事にこの食材が使われているだけでミネラルだけではなくてですね他の栄養素もバランスよく取ることができるんですね例えば糖質脂質タンパク質のバランスが良くなったりビタミンミネラルが十分に取れたり食物繊維が豊富に取れたり 油のバランスもね。取りやすくなるんですよ。そしてこの食事っていうのはその油をね。なかなか取りづらい食事ですから、コレステロールとかも下がってくれますし、痩せるしすごいいいメリットがたくさんあるんですね。ですので、まあ実践していただきたいんですが、この眩しさし、食事のやり方についてもですね。別の動画で詳しくお伝えしていますので、まだご覧になっていない方はね。こちらの動画も下の説明欄からご覧になってください。 でまた今はですね土壌の問題から食材に含まれているミネラルってとても少なくなっているんですよもう昔に比べるとですねもう何分の1ぐらいだったかな7分の1とかもうそんぐらい減っているものもあるんですよねですからその昔と同じ量の食事ではですね十分なミネラルであるとかビタミン,ビタミンも取れなくなってきているんですよ昔の食事ってね結構良かったんですよねその昭和40年代が一番いいというふうに言われているんですがその頃の食事というのはお肉がね結構少ないその の年代でお魚が中心で。あとお野菜が中心になったんですよ。ですから、その今回ご紹介したような美容ミネラルもね。結構たくさん取れていたんですが、今はその唐揚げであるとか、ハンバーグとかそのシチューとかカレーとかこういったものが多いじゃないですか。ですから、お野菜が少なかったりですね。他のその？ 健康的なな食材というのがかなり減っているんですよでそこにですねさらにこの土壌の問題でその食材に含まれている栄養素も減っている状態ですからもう食事も悪ければ食材も悪いという状態でこのビタミンミネラルとかね他の栄養素もかなり失われているんですよね。 だからそうなるとですね食材に含まれている栄養素がめちゃくちゃ少ないわけだからもしですね同じ量を取ろうとするともう何倍も何倍もですね昔のよりもたくさん取らないといけなくなってしまうんですよでもそんなにたくさん取れないじゃないですかお野菜もねその一日取る量ってめちゃくちゃどっさり取らないといけないみたいなカゴに乗ったやねんざれに乗ったやなってその画像って見たことないですか一日にこれだけ野菜食べないといけないんですみたいな CM とかでもやってるじゃないですかそのテレビショッピングとかねですからそれぐらい取るのってまあまあ大変なんですよねでですのでそのそ しがちなビタミンでそのためにおすすめのサプリメントはこちらなんですがこれねマルチミネラルビタミンといってビタミンとミネラルがもうほとんどね全種類バランスよく含まれているというサプリメントなんですね。 でこれはそのオーガニックで天然型のサプリメントというものですので普通に市販されているサプリメントで合成型といってビタミンとミネラルが吸収しづらかったりあるその 一定のビタミンミネラルが逆に取り吸ぎになってしまったりとかしてバランスが結構悪いんですよでもこの天然型というのは食材を凝縮しただけのものですのでこの効率がめちゃくちゃ良かったりバランスを取ってくれるものなんですねでこれですね私も毎日取っているんですがこれを取ることでですねそれほどねガチガチに計算して食事をですねたくさん取らなくてもビタミンとミネラルを十分に取ることができてさらにバランスもねこのサプリメントの方がね勝手にバランスを取ってくれますので毎日の ベースサプリメントとしてとっておくことがおすすめなんですね。 でですの,でその毎日、これはぜひ飲んでもらいたいものなんですけども、基本的にね。なんですが、こちらに興味がある方は、下の説明欄に正規販売店のリンクを載せておきますので、そちらからご覧になってください。でまた、マグネシウムですね、なかなかその食事から取るっていうのは難しいんですけども、吸収率がとても優れている液体のマグネシウムというものもあるんですね。でこれは乾燥肌の方とか、疲れやすい方とか、眠気が取れない方とか、便秘の方とかね、こういった方はマグネシウム不足の可能性もありますし、 まあこれも基本的にやっぱり取っていくことがおすすめですね大統領もいいですからねで私もこれ毎日取ってますでこちらもですね下の説明欄に、えー、リンクを載せておきますので興味がある方はご覧になってくださいでミネラルというのはですねその重要性をほとんどの方が知らないんですけども 実は美容面にとっても健康にとってもダイエットにとっても重要な働きをする栄養素なんですねミネラルが不足してしまうと様々な不調であるとか病気まで現れてしまいますので不足することがないように十分に取れる食生活を始めましょう でまたですね肌とか髪をきれいにするためにはミネラルも重要なんですがビタミンもとても重要なんですね、あのー、ミネラルとビタミンって共同で働きますのでこのミネラルとビタミンが全てバランスよくと,バランスよくとれてることが必要なんですよで私のですね別の動画では美容のために必要なビタミンであるとか他にもですね美容に関する動画がありますので是非次はこちらの動画も下の説明欄からご覧になってください 私の生体院やサポート付きのファスティングそして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら下の説明欄のリンクからご覧になってくださいまた今回の内容がためになったなと思っていただけたらチャンネル登録をするかはお任せしますがぜひもう一本動画をご覧になっていただいて健康で痩せてきれいな体を作っていただけると私も嬉しいですでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ